はい、石垣です。はい。今日はですね、富士山カップからのお知らせの動画になります。明日、モンスター道場杯が13日あるんですけれども、その翌週、3月の20日の日曜日に、富士山カップがあります。で、富士山カップに関しては事前エントリーで、13日の日曜日までですから、今日土曜日、明日までの予定がですね、15日の火曜日までに延長となりましたので、まだ迷っている方はエントリー15日までしておりますので、また貼り付けの方しておきますので、そちらの方からエントリーの方してみてはいかがでしょう。ということで、あとはですね、富士山カップの会場がとても素晴らしい、音楽のコンサート会場みたいなところなんですけれども、そこのホールが天井が抜けてて、今日はね、自分のいる神奈川県の、まあ、田舎町は20度前後あるんですが、当日、来週のね、20日が天候どうなるかわからないので、一応念のために防寒具があればなと、いいんじゃないかなと思います。特にね、女性の方なんかは、冷えないように、ジャンパーもしくはタオルケットのようなものあるといいんじゃないかなと思っております。で、うちからもね、一撃も出ます。で、ハヤトも出るし、コイデッチも多分出るし、あと剣道マンとか大森ちゃんとか、コンちゃんはちょっとどうかわかんないけど、まあね、うちのメンバー結構出ますのでね、よろしくお願いします。で、GT クラスなんかはね、ちょっと誰が出るかわかんないですけど、長野の防腕の最近長野県ってものすごい強くて、そこの選手も出てくるようなので、あとはね、アームジャンキーの吉羽選手なんかもエントリーしてるようなのでね、かなり大会自体も、試合自体も面白いんじゃないかと思いますので、迷っている方はぜひエントリーしてみてはいかがでしょう。以上、来週20日の富士山カップのお知らせでございました。ちなみに明日のモンスター道場杯、うちのメンバーが出るので、明日も応援しに行きますので、よろしくお願いします。以上、一撃でした。ご視聴ありがとうございます。